L-1011 トライスターロッキードはアメリカ合衆国の航空機メーカーで主に軍用機を製造していた。マーティン・マリエッタ社と合併し、現在はロッキード・マーティンである。飛行機の製作を始めたアイルランド系のアメリカ人アラン・ド・ッキードとマルコム・ロッキード兄弟によって1913年にアルコ・ハイドロ・エアロプレーン・カンパニーが創設された。 1926年には社名をロッキードエアクラフトコーポレーションに変更した。誰も彼らの名前を正しく発音してくれなかったためである。1920年代、ジャック・ノースロップらの設計により、ベガなどの民間機で成功を収めたが、ノースロップがノースロップ社を設立して独立した後、アラン・ロッキードはこのロッキード航空機会社をデトロイト航空機に売却した。 大恐慌により、デトロイト航空機が破綻すると、1932年にロッキード社も倒産した。数日後に、新しい投資家、ロバート・グロスによってロッキードは買収され、すでにロッキードは会社との関係はなくなっていたが、ロッキードが再び社名になった。その後の第二次世界大戦で大躍進した。第二次世界大戦後は、 L-749 コンステレーションや L-1049 スーパーコンステレーションでダグラス社と旅客機の分野で歯を競うが、Z 機への対応に乗り遅れ、1970年代にようやく L-1011 トライスターを投入する。トライスターは先進的な装備を持つ。 優れた旅客機だったが、同時期に登場した同クラスのマクドネルダグラス DC-10 と販売競争を行った挙句に経営が悪化する。1976年にこの機の売り込みに関するロッキード事件が明るみに出たこともあり、1981年に民間機事業から撤退した。1993年にジェネラルダイナミックスの航空宇宙事業部を買収して、 戦闘機部門を強化し、1995年には、マーチン・マリエッタ社とも合併して、社名を、ロッキード・マーチンと改名し、宇宙開発やミサイル、電子システムの分野にも進出した。社内には、通常の設計部門とは別に少数精鋭の開発チーム、スカンクアークスが設立され、U-2 偵察機、SR-71、 カイ -117 ステルス攻撃機等の独創的な航空機を設計、開発した。カ二 -22C-130 ハーキュリーズ L-1649 スターライナー L-188 エレクトラシー、シャドウオーダ級向ム高が丘遊園モノレール戦九9 5 0年代、後半より航空機技術を応用したモノレール開発に着手。 1959年時点では一両定員80名、最高時速75マイルの案内輪型とレールの左右それぞれに一両あたり12席ずつを設けた小型輸送向けのサドルバック型の2種の小座式と懸垂式の計算種を計画し、建設費は1時間あたり1万人輸送の想定で、高速道路の2分の1、地下鉄の3分の1を見込んでいた。 シアトル・バンコク博覧会でのサドルバック型小座式線、また、ロサンゼルスやワシントン DC にて、市街地から郊外への案内輪型小座式線の建設提案を行うも、導入には至らなかった。その後1962年に、日本での導入を目指して、川崎航空機工業、川崎車用、日本電機、西松建設などが出資し、 日本法人日本ロッキードモノレール株式会社が設立され、川崎航空機岐阜工場内の試験船で案内輪型小座式モノレールの研究を行った後、小田急電鉄向ヶ丘遊園モノレール、姫路市交通局の2社局に納入され、その後事業展開は見込めないと判断されたため1970年に同社は解散し日本向けの展開のみとなった。影響を受けて、 姫路市は1974年に車両維持困難を理由に運行を休止した後に正式廃止。向こうが丘遊園モノレールも2000年に老朽化で運行休止、翌2001年に正式廃止された。野木啓一著、軍事研究2007年9月号、グローバル軍需産業の世界戦略。 ジャパンミリタリーレビュー発行 P28P39ABC モノレールスタディーズバ by ッキード、ユニバーシティオブワシントンデジタルコレクションズ、ハットザワシントンレギオンハズメトロバットイットクッドハブハット A モノレールワムありがとうございます